はい、こんにちは、バスマンです。今日もスマッシュダンクやっていこうと思うんですけれどもね、中国の、サーバーでは、新しいキャラがもうすぐ出るっていうことで、で、このキャラの名前が神川っていうキャラの名前らしいです。で、これちょっとどっかで見たことありますね。なんか昔やっとったゲームにおったような気がするんやけどな、これ。気のせいかな？なんかおったよな。あんまみんな使ってなかったけど。なんかこういうキャラがいたような気がします。で、このキャラの情報、ハピリッヒさんっていう方がね、ここに載ってたよって、教えてくれたんでね。本当ありがとうございます。今回もまた、こういった、キャラの紹介。先に、まだ日本サーバーではまだ先に、まだ入ってこないんですけど、ちょっと先に紹介できる機会くれてありがとうございます。で、このキャラはポジションはシューティングガードですね。シューティングガードで、特徴はね、まずチャンプメニューで出てくるんかな。ここどうなんやろう。多分チャンプメニューで出てくる可能性もあるみたいですね。で、中国の方では10月14日に出るみたいですね。日本ではもっと先になると思うんで、楽しみに待っててくださいという感じですね。で、特徴を見ていきたいと思いますと、ちょっとアップにしますね。はい。もう神川っていうのは攻撃が得意な選手っぽいですね。で、各と、ドリブルですね。ドリブルは、シュート率、ちょっと待てよ。他の役で、ちょっとこれよくわかんないんで、他の携帯の役で訳してみたんですけど、ドリブルして相手を倒すごとに、倒すたびに短時間、シュート率が上がると。ドリブルで相手倒したらシュート率がボーンと上がるって感じですね。で、次。で、これもちょっと役よくわかんないんですけど、おそらく、スリーポイントシュート？スリーポイントが、スリーポイントシュートの後、次の2回のツーポイントシュート率が上がると。で、逆に2ポイントシュートの後、次の3ポイントのシュート率が上がるっていう、本当攻撃に特化したシューティングガードなんじゃないかなと思います。はい。ドリブルで倒したらシュート率上がる、シュート入れたらなんかな、打ったらなんか分かんないですけど、次の2ポイント3ポイントそれぞれが上がるって感じなんで、なんか効率のいい合理的なキャラみたいな感じしますね。はい。じゃあ次、ちょっと、これが特徴なんで、皆さんも気になるであろうスキルを見ていきたいと思います。こちらですね。順番に見ていきまーす。まず一つ目。多分これバーストなんですよね、多分。2回ボール、爆発させて、やるんですけど、これがちょっとよくわかんないですよね。ごめんなさい。解説するとか言いながらちょっとよくわかってないですけど、これをすることによって、役をそのまま呼ぶと、しゃがんで素早く強力なドリブルの2回行う、ドリブルの後は、爆発的なエネルギー貯蔵状態に入り、自身のドリブル移動速度をわずかに上昇させる。そして自身のドリブル能力を大幅に向上させる。ドリブル速くなってドライブの能力がめっちゃ上がるって感じですかね。で、次がよくわかんないですよ。このボールを20秒間保持した後、ボールから離れると、ボールの爆発が一時的に停止し、エネルギーが蓄積される時間、ちょっとわかんないです。とりあえず、ドライブ能力がめっちゃ上がる
みたいですね。で、この後のがちょっとよくわかんないですけど。で、次。で、これを、やっとる途中にシュートが打てると。ね。このプロセス中はいつでも、この、シュートに切り替えることができるという感じですね。はい。で、こう、ちょっと難しいな。ちょっとバーストに関してはちょっと難しい感じですね。次、なんか普通のシュートが全部この片手シュートになるみたいですね。はい。普通のシュートが全部この片手で、これがちょっと普通のシュートよりちょっと早い、ちょっとなんかな、まあ早いみたいですね。普通のシュートよりも、普通のノーマルシュートよりもちょっと早く打てるという。まあ、最近の選手は結構こういう独特のシュートフォームついてて、普通のシュートよりも早く打てるのが結構揃ってますね。はい。で、ドライブした後にすぐこれが打てると。まあ、ストちゃんみたいな感じかな。ストップジャンプシュート。で、右手後ろ下がってからも、これがシュートを発動することができると。ですね。で、結構縦に長いドライブ、縦長ドライブからもこれシュートできると。まあ本当ドリブルが多彩ですね、今見たところ。で、これちょっとよく見たら、普通のシュートじゃなくてよく見たら分かるんですけど、なんかレベルアップしたら妨害範囲が狭くなるんかな。ちょっと待ってよ、多分妨害範囲が狭くなりますね。そう、ここ見て、足元見て。ほら、止めれます。まあ、足元の妨害範囲が狭くなってますね。これ、ルカのドリブルに似とるな。うん。なんか、ルカみたいな。でも、これ、後ろにもドリブルできるという。ルカがどんなドリブルやったか忘れたけど。まあ、でも、ルカは結構強いっすよね。攻め、妨害入りにくいですし。後ろ行って、お、結構長いな、ドリブル。すげえ。後ろ下がって右で打てるんや。へえ、すげえ。結構ドリブルが多彩なキャラ。あ、で、そっからのフェイパーもあるんや。強っ。見影の。いいね。確かルカなかったような気がするな。で、右行って下がって右行って、おお。で、こっからどこでもシュート打てるって感じか。へえ、面白いな。まあ、ドリブル系 SG が好きだった人は結構これいいんじゃないかな。縦長ドライブもあると。ほんといろんなドライブを組み合わせてって感じっすね、これは。うん。へえ、そんな感じか。で、2ポイントシュート入れた後は3ポイントが入りやすくなるし、3ポイントシュート入れた後は2ポイントが2回入りやすくなるという。まあ本当、この子が、この子って呼んでいいかな。この上川っていう選手が、本当に主体となって決めることで、シュート率がどんどん上がっ、どんどんじゃないな。次のシュート率が上がってったり。で、ドリブルも多彩なんでね。本当ドリブル系 SG、ザ・ドリブル系 SG って感じですね。うん、ホムラ、アイリン系統の、感じですね。まあドリブルはルカにちょっと似てるとこもあるんですけど、うん、って感じですね。まあ楽しみですわ。まあただシューティングガードなんでね、まあ、この選手のスリーポイントがどれだけ入るかっていうのにかかってるっちゃかかってるんですけれども、まあツーポイントシュートを入れた後にスリーポイントのバフがかかるんで、まあツーポイントシュートも入れながら、スリーも入れながら、もうほんと交互に入れていく、まあテントリアみたいな存在、になるかもしれないですね。楽しみやわ。どうなることで。まあ、日本に来るのは、まあ、かなり、また、まあ、さっきも言ったんですけど、先やと思うんでね。また出た時はね、まあ、もし、誰か周りに撮る人がいれば、最速の配信やっていこうと思います。まあ、組み合わせとしたら、やっぱり、ドリブル系っていうのもあるんで、非常、上川と組み合わせるとしたら、非常、まあ、龍一、非常龍一緑間か、
なんかラニスターホームラーが強かったんで、まあラニスターとかでもまあいいっちゃいいんか。うん、で普通にドリブルできるアキラとか青海ね。まあそんな感じかな。見かけとかもいいんかな、わからんけど、まあそん、まあ今の言った感じが組み合わせとして合うんじゃないかなと思います。はい、以上です。またチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。ほな、バイバーイ。